やっぱりね、我々の記憶の中で大変辛い思いの部分だもんだから、ほとんどで、ね、なったと理解をしてまして、うん、こういうのはそうですけどね、あ、うん、僕の訪問した時の資料的に、ご発言の参考とかですね、まあ、キャンプ勝負辺野古付近に住んなきゃならみたいな感じで これを言えって話になってるんですけどね、埋め立てをすると影響が残るから、三番標識っていうのが活用できないかということを自分としては考えていると言って、環境に配慮しますよと、埋め立てではこれはないという意味ですけど、でもだんだん埋め立てじゃないと無理だという、辺野古回帰が決まった後に行かれた、そうそうそう、だからもうこれで申し訳ないっていう感じですよね、はいはいはい、この2回が私にとって一番辛い訪問でしたからね、やっぱりこの2回の訪問の記録だけは頭に入れとかないといけないなっていう気持ちがあったからですよね、きっとね。この役所ごとにこういうふうにやってたんです。それは校庭でやられてた。そうです、そうです。ああ、それをどんなお気持ちで、どんな気持ちで、資料に対する思い出っていうのやっぱり僧侶やばいってこういうことなんだなっていうような思いですよね。無造作に積み重ねられてたものは捨てちゃったっていう、なんて言うんですけど、あとやっぱりファイルとしてそれぞれの会議やフォーラム、ファイルとして残ってるものは持って帰っておいた方がいいだろうということで持って帰ったっていう程度ですよね。基本的にその役所のペーパーだと役所に残ってるはずですよね、だから私が持ってる必要は必ずしもないというふうに思いましたし、ところが一番大事なのがないないという話っていうのは不思議ですよね、それは意識してましたね、やっぱりね、一番、やっぱりこれは鍵になる書類だなとは思いましたからね、基本的にはだから役所ごとに総理に対するレクエストって言ったら役所が残すべきですよね、きちんとね、でそれ以外の本当は総理自身が何を考えていたかというようなことを総理自身は残すべきでしょうね。